もご視聴くださいました。本当にありがとうございます。はい、ちょっと下がりの音がね近いので聞こえにくいかと思いますけども、この間の続きやっていきたいと思います。竹置き場の竹の鳥ですね。もうあとちょっとここだけやったらここは終了です。なんで頑張ります。はい、もうあとねこの2本だけ。ほらすごいスッキリじゃないですか。めちゃめちゃ気持ちいい。よし、やりまーす。こうやって伸びてんの分かります？その下全然日に当たってないから、ほら黄色っぽいけど根っこみたいな感じ で途中途中からこうやって伸びてくるの嫌になっちゃうね。
ですけど、ちょっと無理やわ。角度的に上切り切らん。十分じゃないこれ。めっちゃ綺麗だったよ。大丈夫だ。すごい。毎回もしょもしょして、竹の姿が見えなかったけど。ぐーんって言った。あったかな。風が吹いちゃった。風が吹いちゃったね。おるわ。もうブーンって音がしたし、影がね目に入ったので、すぐ逃げれた。オオスズメバチでしたね。スプレー当たったかな。
で影で見えにくいですけど、一応竹の下のとこね、全部草がなくなったよ、足元が。あ、ちょっと見えるかな。で丸がね、しっかり一つずつ目視できる状態になった。上のつるもね、結構切りました。あ、いい感じ。ほら、一回終わろうか。はい、ということで、ひとまず終わりにします。はい、というこの摘竹の部分に関しては、一応あの出てる葉っぱだけはね、来たけど、もう絶対次から次出てくると思う、また。だからもう伸ばさないように、もう見つけたらすぐ釜で処理するっていうのを設定していきたいと思います。こっちの方もね、あの葉っぱは、緑はなくなったけど、ちょっとまだ切れないんですよね。この角度から斜め上に引きたいけど、こうしゃがんでしたりするから、こうね、なんていう、さっきみたいにね、お見せしたように根っこみたいに横にこう張って、でこの上にシュッシュって出てるだけなんですよね。だから本当はこの根元をこう切りたいんだけど、それができないの。こっちからこう差し込んでやから、なんかで引っかかりがなくて、なかなか、ね、寝てる根っこがね、切り切らんです。だから多分どんどん出てくると思うけど、まあ、今後ね、この積み丈を処理していくと、のと合わせてちゃんとこう毎回切っていけば、まあ、1年後2年後には出てこなくなると思う。もうその日を目指して地道にやっていきたいと思います。もうこういう内容が続きますけど、まあ、また良かったらお付き合いください。ということで、今日はこれで終わりです。また明日の動画でお会いしましょう。バイバイ。